クさん。さあ。何からしゃべくっていいかわからねえがな、4年の間に砂村も変わったよ。古今一家はどうしたんですかい。先月の初め出所持ち稽古ったし、挨拶の手紙を出したんですがね、返事はなしのつぶてなんですよ。どなたかは知りませんが、一生この酒の味は忘れることはありません。何を言ってんだ、とっと一杯じゃねえか。いやいや、わしにとっちゃ仏水。なんだかふっと心が気がりやした。それじゃこれで。おっと、黙って釈放してくれねえか。余計なことは一個なしにしよう。私、お前さんに会えたら。寄せってんだよ。殴り当たるね。涙混じりの酒なんざ飲みたかねえからな。